最大奥義の困り。何？雷鳴風爆鏡。何？今度は何のつもりだ。あの弾突っ込んだ。あちら田の技を至近距離からもろに食らっちまうぜ。ウスケのやつ、あちら田と心中する気か。空分身。何？空分身とは、鍛え上げた素早い動きによってたくさんの分身の幻覚を作り出し相手を幻惑する技である。なんと、あれなら奴も狙いを定められねえ。アジラダ様の雷鳴剣にはかなうはずがない。いか、天候が変わり始めた。アジラダ様のパワーが下がってしまう。アジラダ様、早くとどめ。何？貴様が本物か。やったか。まだだぞ。変わり身か。